っちゃダメ。こんばんは。え、そうだよ。だこういう歌をカラオケ機能で歌って歌ない、いけないんだよ、私たち。ショールの？うん。マジ？え、マジマジマジ。あれだよ、あの坂道さんとかは大丈夫。みよ、かわいい。なんかメディアね、おった。それかわいいよね。いいな。こんばんは。あ、ギフトありがとうございます。ありがとう。こんばんは。俺今絶対映ったらダメな格好してるよ。うん、映してあげようか。やめて。ダメ？ダメ。ダメ。こんばんは。今日はS公演でした。久しぶりの。ありがとうございました。3週間ぶりに劇場行きました。そう、今日おでこ出しちゃった。かわいい。レピーせーの、初恋よ夢をもっといっぱい見せてほしいんだ、一瞬の僕のマドンナ、初恋よ、たとえ儚いものとしても卒業をするまで一日も休まず君とここで会い続けよう。いい曲ね。青春え、同じ学校なのかな。え、でもさ、僕は早起きをして家を出てよ、いつもの通学路でしょ、うん、君とすれ違うのはあと5分。すれ違ってるってことは同じ学校じゃないか。うん、君とすれ違うのはあと5分坂道のあの踏切、降りた遮断機の向こう、横一列。だって同じ学校だったら同じ方向向くんだ。うん、冬の制服だし。分かんないよ。でもその子はさ、その男の子は電車通学だけどさ、その子はさ自転車通学なわけじゃん。あ、あそうね。だからそういうあれかもしれない。確かに。え、走ります。はい。2番だって。マジ歌詞考察大好き。オイラも大好き。この間ロマロケの考察したけど、ロマロケの考察が一番おもろいからロマロケの…ロマロケの考察してみて。一緒にしたよね。うん、めっちゃおもろいよ。ロマロケやばいやろ。ロマロケ考察してみてるし、初恋なんてできる。やっほー、こんばんは。あ、これ大丈夫？別に流れても。うん、いや、わかんない。怖い、一応やめとこ。初恋を…うん、やっほー。かわいい。卒業するまで一日も休まず。最後のさ、初恋の踏切で会いたいよからの流れめっちゃ好き。わかる。一瞬の何さの片思い、初恋の。声見ながら寝落ちしてたらしい。かわいい。かわいい。声見ながら寝落ちできるのすごない？何で寝落ちしたんだろう。ね、友達じゃない？友達か。やっぱしんみりした曲じゃん。犬たちのふぅぅぅぅぅぅ。子守歌ってこと。今子守歌になったかな。え、いいね。今日マジで自撮りしてない。1,2,3,4,5,6,7 枚しかしない。え、わかんない。時間なかったんだよね。同じ学校かどうかはわかんない。わかんないか。でも違いそう。違うのかな。青春の青い電車。でも違う方いいよ、多分本当に通学路で朝会うだけの関係。そう。そうなんだ。だから多分学校違う。残念だ。だって、お、明日同じ時間に来て遮断機の向こう、僕は何も言い出せないまま。ああ、じゃあ知らないんじゃない、お互いのこと。お互い多分知ら、うん、向こうは知らないんだろうね。こっちも多分知らないから、本当にもう朝の踏切でしか会わない関係。うわー、なんか切な。切なっていうか、なんか甘酸っぱ。それが初恋なんでね。ちゃんと閉めて。それが初恋なんでしょ、やばくね。だってね、儚いものとしても卒業するまで。だから儚いものだもん。同じ学校だったらさ、うん、もう告白しちゃえばいいやん。で、マリにやり方聞きたいかってやつがある。何？あ、ちょっとそれニヤニヤするん。いいな、チャリ通いいな。すれ違う一瞬が僕の宝物なんだ。すれ違うだけの関係だ。やだー、悲しい。切ない。こんばんは。送りたい人、開きたい、送りたい。
いいね、その椅子の使い方。めちゃめちゃ贅沢じゃない？いつもこの椅子の使い方知ってる。贅沢でしょ。なんか言ったでしょ、私おでこ出すとギャルになるんやって。かわいい、ね、でもギャルになる。ちょっといかつくならない？そう、美人だな。ギャルにならない？全然。嘘。うん、できた。でもさ、こう見るとさ、おでこ広く見えるけど、私実際に見るとめっちゃ狭いんだよね。めっちゃないの、こんだけ。すごいビブラートが。こんばんは。今日は劇場公演、久しぶりの劇場でした。楽しかったです、とっても。危なかったね今。ごめんね。うわーって言えばよかったね今。え、でも大丈夫だよ。でも一音しか聞こえなかった。うん、一音、一音しか聞こえなかった。疲れちゃったね。ね、疲れちゃったね、今日も。やっぱ久しぶりだからね。ね。マジで久しぶりだよ。マジで久しぶりだって、手伝わせてないもん。多分 S に会うの嬉しくて、今日うるさかったの。嘘、うるさかった。でもうるさかったよね。うん、ずっと喋ってた。でも静かよりいいんじゃない？楽屋が静かで、なんか誰もさ喋るのちょっと気まずいみたいな感じよりは。俺喋ってないと不機嫌って思われるの。そう、めっちゃわかる。わかる。だから喋りかけんとこって思っちゃう。そう、いずれもそういうタイプ。喋ってるからさ、だからなんか喋っちゃう。私は不機嫌だって感じたことある。眠たそうの時別に不機嫌だなとか眠い感じかもね。眠たそうの時かな。泉ちゃんはお腹空いた時やろ。うん、お腹空いたら暴れ散らかすから。で、あゆかぴょんはレッスンが長い時。スニーカー、そう、レッスン。レッスンが長い時。レッスン、レッスン長いんじゃなくレッスンの効率が悪かった。そう、なんかあからさまには嫌な顔してるなって思って見てるよ。レッスン、違う、レッスンに限らず効率が悪いと思う。あ、なるほどね。簡単な人間だから、自分がお腹空いて不機嫌になってたら何かしらちょうだい。ちょうだいねとかじゃなくて、ちょうだいなんだ。ちょうだい、そしたら戻るの。単純な女、単純な女、女、女。やだ、そんな携帯の触り方。イエスタイル。うん、イエスタイル。あ、イエスタイル。お腹空いた。髪型可愛いよね。そう、お気に入りです。ふぅ、ふぅ、眠たくなってきた。なんか好きな曲何？ミュージカルの、あの、あれの SK の。むずくね。 SK で好きな曲？俺、あっという間の少女。あー、いいね、ずっと言ってる。SK で好きな曲？あれ好きだよ、あやかぴょん。何？別れ際の手の振り。あー、わかる。制服、そう、好きって言ってくれる。制服を脱ぎたくなってきたさ。あれやん、ダンスむずいもん。泉ちゃんは？何が？好きな曲。夏よそで。意外。なんか夏休みってさ、うん、なんかさ、明るい曲だけどなんか切なさ感じ。ああ、なるほどね。え、最近だと不器用太陽かも。ああ、分かる。不器用太陽が好き。夏休みとかやってないね。やってない。え、去年のさツアーでやったやん。あれ以来やってない。ね、やっぱ1年経つの早っ。不器用太陽はあの最近のサマーツアーでやってからいい曲だなって改めて思った。なんか振りも好き。振り、え、わかるわかるわかる。でもごめさまも好きなんだよね。あるよ。そう、好きな曲か。
じゃあ俺がもう曲も振りも全部含めて好きな曲は何でしょう、うん、SK で2曲あるシングル、うん、シングルなんだ待って知ってる気がするシングル、話した気がする、うん、ついこの間話した気がする金銀違う最近の曲うんここ風呂正解、うん、あなんか言ってた気がするムクシングル違いますシングルシングルそれも最近最近あの頃違う間違かった最近って最近だけどちょっと前ってちょっと前ここ風呂とでもみんないるここの世にあの君じゃないんでしょコヨチューラグ正解コヨチューラグはまあまあまあコヨチューラグってめっちゃ上手に踊れない？それはあゆかくんだからじゃなくて。違う違うなんかさ、なんていうの？なんか気持ちくない？踊ってて。ああなるほどね。でもあゆかくんの振り振り見て覚えたコヨチューラグ。あのシンポジオブルト。踊りやすいのあるよね。確かに。踊りやすい。コヨチューラグは踊りやすい。自分にバッチリハマるってこと？音のハマり方がすごいです。ああ。ココフラは結構いいけど。わかる。わかる。いいよなここから振りも好きでも最近で言ったらあれ好きだったよギャラクシーああギャラクシーの新しい振り、うん、新しい振り好きだった難しかったけど何が好きかなでもやかが一番ダンストロックで好きな曲は、うん、あれ2022年のサマーツアーサマーツアーのダンストロックが一番大好きあれ俺はめっちゃしようあのさ、1階と2階で分かれてるあ、そうそうあー、分かる分かる分かるあ、それそれちょっと歯医者みたいな音するやつでしょそう、歯医者みたいな音するやつでしょが、一番大好きドゥンドゥン、なんだっけドゥン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 今でもたまに夜中とかに見返すの振りやばもう大好きあれの振り、本当に大好きいっちゃん好き今までやってきたダンストラックの中でマジいっぱいあるじゃん、ダンストラックってあるねえ、あれも好きだった、ハルコンのインスピレーションの追加曲の、追加の振りあの、感想のチャンチャンチャンみたいなそうそうチャンチャンチャンみたいなやつ好きだったわかるいいね歌詞は圧倒的にココフラとあっという間の少女、うん、歌詞か違う、あんま歌詞聞いてないんやな、曲いやうん、メロディーなのメロディーばっか聴いちゃうからもうあっという間の少女ダーンあれで本書ける誰か書いてほしいマジ書いてほしいいた、書ける人がいた文才ある人書いてほしいあっという間の少女ね一緒にやったもんね、あっという間の少女ね大好き、本当にえ、あいぱぴょんどっちジューシー、メロディー、歌詞基本はメロディーなんだけど、ああ一緒一緒。だからなんか洋楽とかでもなんて言ってるか分かんなくて、分かる分かる。分かる分かる分かる。一緒だわやっぱ。でも一緒一緒たまに歌詞、めっちゃこの歌詞。でも分かる分かる。それも分かる。本当たまに、メロディー入って歌詞なの。分かる。歌詞がどんだけ良くてもメロディーが好みじゃないって聞けないよね。分かる分かる。めっちゃ分かる。だから未来。君が未来に試されているとかめっちゃ大好き。まあ、めっちゃ大好き。泣きながら覚えた。え、まあ、なんかいい曲すぎて泣きながら覚えた。えぐ。もうさ、妄想がすごいからさ、うん、もう最後さ、未来かかげをさ、前に言うか、もうなんかこれをさ、自分がさ、卒業公演でやってるところをイメージな。え、もうめっちゃ気持ちいい。超気持ちいい。めっちゃ気持ちいい。あれ、確かにあれ劇場でやったらね。毎回、毎回、ケツ出た時。なんかもう自分でこうやって歩いてて、あ、今絶対自分かっこいいって歩いてた。わかるわかる。なんかマジか歩き方がもうね、ランウェイ。ああ、あなたやだって。あなたやね。え、それはどっちのあなた？ひらがなあなた？漢字あなた。漢字な、え、漢字のあなたやってさ、最後の方だっけ？違う、最初の。最初か。よつひらがなあなたの方が好きなんだよな。俺、踊ってたいから漢字あなたやだな。ああ。ああ、もう別にない。正解で、一番。泣いていた時見つけてくれた超大好きありがとうギフトえ今日あれ懐かしかった体感の時に流れてた曲あ、ね、ド世代サイ大好き
あ、もう15分だって早い。あ、僕らをつなぐものだって。僕らをつなぐものってさ、どういう曲だっけ。今するんだ。何が。だから8時半からなる喋っとったから、今一生懸命やってたのに、うん、もう8時半になってた。ああ、聞いてるって言えばいい。え、僕らをつなぐものってどんな曲だっけ。ちゃん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 、そう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 。ああ、かけがえのないチーム決、うん、それね。あれが自分が K2 だったらマジ好き。ああ、なるほどね。やっぱチーム K2 って言っちゃってるからね。そう、好きだよ、好きなんだけど、やっぱ、あ、私はそこで K2 じゃないんだってなっちゃうから。ああ、なるほどね。ああ、マイドリーム毎回いい曲だなってなるんだって。わかる、マイドリームいいよね。メロディー、メロディーが好き、マイドリームは。わかるよ、あの感想の音が大好きなんかイヤホン聞いて聞くと、なんかそう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 、言ってた、大好き。あのちゃー、あのもうサビ終わった後、サビ終わりの、もう大好き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 。かっこいい、やってて楽しい、踊ってて楽しくない、リノベーションが一番。わかる、なんかリノベーションは照明がかっけえ、公園って感じするもん。なんかなんか好きなんだよ、ああいう振り好きなんだよね。何が一番 S だと振りが好きか。でもジャックの感想とか好きだよ。わかるよ。あとどこだ、ジャックの感想、おぉ来たーと。白目白目白目。でもあの感想バチボコに踊るやつ好き。あー、なるほどね。だから愛を君にも好き。うん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 。だから ライブマスターみたいに仲良くしてるんじゃなくて。でもライブマスターもエンジンじゃん。あー、確かに。え、あ、もう違いますよ。あ、ありがとうございます。バカ名前出すやん。めっちゃマネージャーさんの名前。バカ名前出すやん。しかも今マリンコでマネージャーさんって言わなきゃ。リーナだよ、ココハ。みんな言ってること違う。これもらいました。え、余ったの。よかった、余ったの。サイン付きじゃん。ショールームしてる、ショールームしてる、出てよ一瞬。キズリーさんがこれ見せてきてって。じゃあ写りなよ、写して、写ってやった、あ、手に書いてください。じゃあお家に飾ってくれる、ココハーって。飾ります。かわいいじゃない。これも書こうか、サイン。え、やめてください。やめてくださいだった。え、いいんですかじゃなくてさ。ご飯には一生サインが。やめてくださいだった。やばいかも。あ、いた。おもろ。やめてください、やばい。いらない、いらない。待って、やめてください。結構じわるんだけど。ひらがながいい、漢字がいい。うん、どっちでもいいです。え、漢字がかわいいから漢字がいい。うん、漢字がいい。心に羽根が合ってるよね。心に羽根だよ。意外と、ツンデレで。やだこの人、この人。いいじゃん、嬉しいな。ここ見はそこに、にじみどこ行ったの。逃げた。にじみはどこ行った。そうです、にじみ大好き。ココハは大好きじゃないの。ココハは好き。じゃあ店に来て、ココハちゃん。え、どこに書いてある。患者っていうか、不安だけど合ってるよね。簡単なやつで合ってるよね。心に簡単なやつ、簡単だよ、私の周りの。心に羽でしょ。あ、8期のポスターをもらってくれました。みんなこの衣装今度着させて。え、俺、ゆずの形がいいな。可愛いよね。あ、でも、ミオの形見えないな、形。コカちゃん何が好き。うーん、コンサートの感想聞こえる。何がコンサートの感想。あ、コンサートの感想。え、めっちゃ良かったですよ。なんで来なかったですか。ねえ、私たちめっちゃ悲しかったんだから。すいません、プール行ってました。しっかりプール。そう、しっかりさ、その写真見てさ、うわ、プール行ってる。見たんだからね、私たち。プール行ってる、いいな。もう、楽しそうな笑顔だったんで何も言えませんでした。プール行ってる。何も言えませんでした。でもちゃんと応援はしてたよ。心は一宮にいた。心は一宮にいた。ライダー劇かね。ライダー劇、お疲れ様だけ来たね。ちゃんと前にね、カレンダーに入れてるんだよ。
あゆずも入れてる。あゆかピロンって入れてる。あゆかピロン、うん、あゆかピロン。ねえ、てかさ、あれだよ、プリンセスあゆかあげてないじゃん。あ、早くあげてよ。もうハーフマースで過ぎたよ。ねえ、最低。なんで忘れてたんだろう。最低、あんた。あゆかピロン、今何時？8時半。あ、いい、いい時間。じゃあ終わります。どうやって持って帰るの、それ。折れないじゃん、こうやって。確かに、こうやって持って帰ってくれる。確かに。またね、みんな。みんな形違うでしょ。終わんのめっちゃあっさりな。バイバイ、おやすみ。みんな違うんですね、これ。2人ずつ。